おはようございます。さっきまでね、はっくんが勝手にあのこの着物の中に潜り込んで寝てたんですよ。すげえあったかい着物がはい、今日はいただきましたね、オレンジの天竺井半襟ですね。いっぱいみかんが可愛いですね。はい、そしてこちらもアシンメトリーなののちゃんです。ののちゃんの肉球ピンク。こっちは、あ、見せてくんない。じゃじゃん、いろんな色見れた見れた。はい、そしてボタ織りです。ちょっとね、あの季節柄ちょっと寒いかなとも思ったんですけど、まあ今日はちょっと家にいることが多いので、昨日厚着して、昨日ねこっちのこの着物着てたんですよ。この着物の動画ないんですけどね。ちょっと朝から仕事で、で、そのまま、少林寺の、忘年会に行かなきゃいけなかったんで、ちょっと記事を書く暇もなく、インスタをする暇もないというので、動画を撮らなかったんですよね。で、まあ、体が、ちょっと凝ってるなっていうのでボタ折りです、はい、まあ寒かったらね、上に上っ張り着ればいいから全然いいんですけどね。あれに、家の中があったかいうちだとそんなに着込まなくてもいいんじゃないって感じですよね、冬でもね。ただあのよくある実家寒いみたいなね、うちの実家も寒いです。古い家なんで。というね、出かける先に合わせて着物を選ぶと快適ですよ。つってもね、正月に実家行かないですけどね別に。どうせうちの親も疲れてんだろうしみたいな感じですよ。年末はね、床屋さん忙しいからね。逆に正月行く方がやぼかなみたいな感じですよね。今日はね、雪降ってるんやけど、やっぱりここはちょっと海沿いだからそんなに積もらないですね、まだ。積もらんでほしい。本当に積もらないでほしい。もう昨日その少林寺の忘年会で、帰り道に、私お酒飲まないんで車で来て車で帰ったんですけど、車飲む先生で、近くの辰の口っていう、ちょっとね、ちょっと山側の家に住んでらっしゃる先生、家まで送ったんですけどね、本当に近い距離なのにもうすごい吹雪いてましたねめっちゃ雪降っとるし積もっとるやんみたいな。軽い気持ちで送ってくよって言ったけど、めっちゃ怖い、めっちゃ吹雪いとるし、もうなんか農道やし真っ暗と思ってめっちゃ暗かったですね。それでね、ギリギリセーフで、8時8分前ぐらいに家に着いたのかな。5時から7時でね、あの早めの忘年会だったんで、ギリギリ間に合いました。8時だようにね。だいたい男の先生たちと、まあ子供たちと、あと先生の奥さんたちも一緒に忘年会するんですけど、うん、女性で一人っていうのはもう本当に幼稚園の頃からずっとあの習ってる21歳の女の子と私だけでしたね。あのね、うちの姉ちゃんは仕事で来れなかったんで。
あ、ワイワイガヤガヤ喋ってまして、なんだろうな、先生たちがガラケーからスマホに変わってて、なんでスマホに変えたのみたいな話をしたりとかしてましたね。昨日は午前中っていうか、まあ昼の2時過ぎまで店で仕事してたんですけどね、やっぱりちょっと雪が降り出すよみたいな時はお客さんの入りが遅いんで、うん、思ってたよりなんだろう、パツンパツンじゃなく仕事できましたね、うん。はい、今日は、そう、体が重いので、ペラ帯です。はい、ペラ帯の格子柄ですね。それと、はい、こちらの爽やかな色に合わせてパステルのグリーンですね。帯締め持ってきました。これも軽い帯締めで、まあ、伸び縮みしないんで、そんないい帯締めじゃないんですけど、楽なのいいですよね。普段着に着るには。楽に着て、楽な着方で気軽に毎日着るっていうのが私のモットーでございます。パキッとかっこよくたまに決める着物の着方もそれもそれでいいと思うんですけど、私は毎日着物でいたい人なので、毎日着物で生活したいので、ゆるく楽に快適に思っとうですね。なんどれだけね、この着物は本当にね、こだまさんでおあつらえしたもう新品でルンルンなんですけど、この帯とかは リサイクルのね、安い帯なんですけどね、そういうの合わせて、うん、なんだろう、でもやっぱり私は洋服着てるよりもどんなに安くてもリサイクルでも着物で色をこう合わせたり季節を出したりしてコーディネートを毎日する小さな楽しみの積み重ねの方が私は好きで、田舎暮らしで主婦なんで、おしゃれして出かける用事もないんでね、基本的に。ママ友もそんなにいないし、女子会とかもないしな、ランチとかも行かないですしね。そうすると毎日の家に着るものが楽しい方が楽しいかなって感じですね。ストレスもたまんないしね。なんかあんまりいい着物着たいとか、それこそいいもの食べたいとかあんまないんですよね。そういうのがなんか、ま、満足してるからでしょうね、多分ね。満足する癖があるのかな。癖かな。ね、今日もいい日やったなって思いながら寝るのが好きなんでね、そういう癖をつけてるとなんかあまりこう不満がなくなっていくっていうかね。はい、今日ははい、オレンジのね、オレンジと緑とこう、なんて言うんですか、こっちとこっちと、あの、片身代わりみたいになって、綺麗ですよね、この半襟。はい、こちらの手ぬぐい半襟と、はい、
ボタ織りのね、木綿の着物とペラ帯、そして襟に合わせてパステルの帯締めと、そしてちょっと見えてますののちゃん、ピッ水色の旅です、冬旅です。はい、今日はこんな感じです。で、頭がちょっと可愛らしい大きめのかんざししております。布のかんざしです。今日はこんな感じで過ごしたいと思います。あー楽だ、あー楽だ、うん、楽だ。中はね、タンクトップのカップ付きの、タンクトップにカップ付きのやつと、あとこちらのね、ヒートテック、だいぶ昔のヒートテックですね、ユニクロの、もうビロンビロンです。それと、ヒートフィットですね、のワンピース着ております。で、長襦袢とモスの長襦袢とボタ織りっていう感じですね、今日は。だからちょっと薄着です、私にしては、うん、ちょっと寒くなったら上っ張り着ようかなみたいな感じですね上っ張り着ると相当あったかいんでね、割に快適に過ごせますね。あの、軽めに着て寒くなったら上に羽織るみたいな。で、ご質問がお問い合わせで来ておりますので、ちょっとお待ちくださいね。玉尾さんからです。いつも見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。リサイクルショップで半幅帯を買われたそうです。最近着出した方なんですね。で、購入した半幅帯の博多織を洗ってから着ようと思って、洗ったんですってで、風合いは落ちて、ちょっとツヤも落ちたけど、問題が匂いらしくって、古い油みたいな匂いがしてひっくり返りそうになりましたと。で、まあ私前から言ってますよね、帯は洗えませんよ、ベルトを洗う人いないでしょっていうのと一緒で、帯は洗わなくていいですよって言ってたんですけど、で、この匂いはなんとかならないでしょうかというお問い合わせなんですが、ちょっとね、想像できないんですよね。あの、博多織の半幅帯を洗ったことがないので。で、同じ博多の、証券でしたら伊達締めは洗うことがあるんですけど、そんな油の匂いはしたことがないので、ちょっとどういう状態でそんな匂いになったかがよくわからないんですけど、洗ってその匂いが出るってことは本当に博多なのかっていう疑問が出てきますし、あとどういう染料での時代なのかがちょっとわからないんで、これちょっとごめんなさい、お答えしようがなくて。で、そのなんだろう、染料でついた油の匂いっていうのと、もともと繊維に残ってる油の匂いが生鮮されてないって場合と2つあると思うんですけど、どっちにしろちょっとそれが洗うことによってコーティングが取れて匂いが充満してるんだったら、ちょっと使うのが難しいんじゃないかなと思いますね。うん。で、まあ試しに違う匂いをつけてみるっていうのも手ですよね。ジップロックの中に、例えばあのお香とかね、あの防虫香とかね、こういう、まあ私はよく使ってますけどね、これ防虫香ですね。お香、防虫香とか、あと匂い袋とか、そういうのを一緒に入れて、あとそれかなんか例えば石鹸とかね、一緒に入れて、ちょっとジップロックの中に密封状態でしてみて、その匂いに変わったらラッキーみたいな感じかなって思いますね。ちょっともう一回洗って匂いが取れるとも思えないし、その状態で、うん、ただ痛むだけな気もするし、でも他の匂いをつけてみるっていう方向にちょっと出てみたらいいんじゃないかなと思いますね。あの消臭スプレーをするとどうしても
絹物だとシミになるんで、それはやめた方がいいと思うので、一回試してみてちょっと様子を見たらいいんじゃないかなと思います。あとはそんだけ臭かったら外に干しとくっていうのも辛いと思うんですけど、使わないお部屋があるんだったら使わないお部屋に、帯をねこうかけておく、こういう感じでね吊るしてかけておくっていうのが一番無難なんですけど、でリサイクルの着物は洗ってから着たいんですか、着物もこんな匂いが出るのでしょうか、心配ですという話なんですけど、そんな匂いが出た着物は出会ったことがないんですけど、私はリサイクルの着物を買ってきてすぐにはまず洗いません。着物っていうのは洗うっていう文化ではないんですね。干すっていう文化なんです、基本的に。なんで、買ってきた着物でまず、普通にハンガーに吊るして、こうやってね吊るして、ももちゃん飛んだね、吊るして置いときます。それで2、3日吊るしておけばお店の匂いとかも取れるので、それで着たりしてますね。でまあそのまま着ることも多いですけどね。で嫌だったらそうやって干しますね。あとは帯とかもリサイクルの帯は買ってきたらすぐこういう状態で吊るして置いておきますね。でちょっと湿気を飛ばして軽い匂いがついてたらそれも大体飛んでいくんで、こういうふうに干しておきます。洗うっていうのは帯は絶対にしないですね。で着物に関しても正絹の着物はまず家で洗えないので、正絹の着物、あとこういう合わせの中に裏地がついてる着物ですね、それは洗えないので洗いません。洗わずに着ます、干して着ます。そして、ウールでも、このウールなんて分かりやすいんですけど、ちょっと伸びる化繊が入ったウールなんですね。ちょっと軽くてツルツルしてるんですけど、裏地がついてないです。こういうウールだったら洗っても縮みはしないんですけど、ウールによってはすごく縮むウールもあります。あと紺色のウールで本気で藍染めのウールとかは色落ちがすごいするので気をつけた方がいいと思います。触った時に結構ザラザラ感が強いウールは、ケバケバしてるようなウールは本当に縮む昔のウールかなって感じで、私の中ではなんだろう、ちょっと狙い目はちょっとだけ化繊入ったウールを狙って買ってるんですよ。縮まんし虫も来ないんで、そういうのを狙って買ってて、あとは一番大事なのは自分のサイズであること、その次にあまりに匂いの強いものとか自分が持った時に汚いと思うものはそもそも買わないようにしてます。その場ですぐ着ても違和感なんか嫌じゃないって思うようなものを買ってますね。特に正絹だったら洗わないので、基本的にで洗うとしたらもう専門の着物を洗うところに出さなきゃいけないので何千もかかることなんで、正絹の紬とか小紋とか買うときに洗わなきゃ着たくないなっていう状態の着物はまず買わないようにしてます。どうですかね。焦って買う必要ないと思いますね。どうしても最初手持ちにないと何着かはすぐ欲しいっていう思いは強いと思うんですけど、木綿の着物をおあつらえをねするゼロからねするとね、一番安価なものだと本当のマイサイズで作ってもらっても、2万3万円しないんですよ。3万円しないで作れる着物ってあるんですよね。こういう縦林木綿とかね、2万いくらだっただろう、2万5000したかな、
うん、それぐらいなんです。この着物も、この着物は単物がもうちょっと高いので、でも3万円したかなぐらいの感じなんです。3万円前半から2万円中頃ぐらいで揃えれるものが多いんですね、木綿の着物って。ってことはそれ以上の手間がかかる、ウールとかはちょっと価値がないかなと思うんですね。あとその紬でも普段に着たいと思って買うんだったら木綿も普段に着るんで、その兼ね合いを感じる、こうバランス取ると、紬でも買ってすぐに着れなくてサイズも直さなきゃいけない、シミがあるとかそういうのを買ってしまうと、それを直すことですぐ3万なんて飛んでくんですよ。だからそういうことを考えると、下手に中古のお金のかかる手のかかるものを買うなら木綿の着物を買った方が後々のメンテナンス代もかからないし、家で洗えるしね、便利だと思うんで、だから焦らないでいいと思うんですね。もう最悪なかったら木綿の着物買えばいいわぐらいの気持ちでリサイクルショップ行って、安く何着か、やっぱり女性だからさ、何着かから選びたいじゃん、着物ね、着るときにね、今日これ着よう、あれ着ようかなって思いたいじゃん。その中のアイテムとして持っておくに値するかどうかっていうのを冷静に考えて買ってください、ぜひ。で、多分年始リサイクルショップはすごく安売りすると思います、かなり。で、いろいろぐちゃぐちゃになってたりとかもすると思うんですけど、焦らずに冷静に買ってください。着物は1着買うととても場所を取るので、その場所代っていうのも考えた方がいいと思う。みんな住むのにただじゃないじゃん、何らかのお金を払ってるわけじゃん、家賃にしろさ、はい、税金にしろさ、払ってるわけじゃん。ってことは場所をその子に与えるっていうだけでいくらか自分たちはお金を落としていることになるんですよね。それを考えて、ちゃんと自分家にお迎えするべきか否か考えた方がいいと思います。で、証券の帯は洗わん方がいいと思います。帯はね、帯で洗うのがちゃんとしたのがあるみたいなんですけどね、私は一回も本当に洗ったことないです。一回ケチャップついて、部分的に自分でこうやってちょっと石鹸つけてピン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 ってやったこととかならありますけど、基本的に汗飛ばしだけですね。それでも十分です。帯、まあコロコロするときあるかな、このままゴロ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 ってするときあるけど、なんだろう、まあ洗濯したら汚れは取れますけど、かといって無菌になるわけじゃないですからね。ちょっと最近の現代人はなんだろう、清潔っていうのが行き過ぎとるんですよね。それでいろんな病気が逆に蔓延してたりするんですけど、人は菌に守られてますそもそも動物も何でもね、空気中にはとてもいい菌がいっぱいあって、皮膚の上にもね、それで皮膚を守られてるんですね。だから消毒ばっかり仕事で使ってると本当に手ボロボロになるじゃないですか。大事な菌をね、殺しちゃうんですよね。だからあまりそこまで清潔にする必要もないし、清潔にしてるつもりでもそれはちょっと違う部分もあったりもするんですけどね。まあそれはいいとしてあんまり着物の帯は洗わん方がいいと思いますよ。洗う必要もないし、気持ち悪いなら干しとけばいいし、あまりに汚いなと思うものはそもそも買わない方がいいと思います。はい、以上でございますね。ビーちゃん、ビーちゃん昨日なんでお母さんと一緒に、お父さんと一緒に寝てくれなかったの？
寂しかったわ、ビンちゃん。はい、今日こんな感じで過ごしたいと思います。今日は12月30日、年末もう押し迫ってますね。そう、昨日ね、アズテレチラッと見てたら、せんくんが東屋さんを卒業という話を聞いて、そういう時期なんだなと思って見てましたけどね。うちのパートさんも今年いっぱいでっていう方が一人おられて、昨日ちょうど行き違いで会えなかったんですけど、制服持ってきてくれて、その中にペアカップが九谷焼のねくださって、可愛いなと思ってありがとうちいちゃんって感じですけどねうん、なんかなんでしょうね、別れもあれば出会いもあって、別れて一緒の職場で働かなくなっても出会ったりもしますしね。実際昨日仕事してたら、もう辞めて何年経つんだろう、5年以上経つかな。パン買いに来てくれてね、主婦の方でね、あ元気みたいな、もう子供大きくなってるねみたいなね、お子さんが幼稚園ぐらいの頃で、もう結構大きかったんでね、そうね、辞めた人も来てくれるっていうのはパン屋はいいなと思いますけどね。うん、いろんな出会いもあって、別れもあって、別れてもまた会える人もいたり、本当に会えない人もいたり、いろいろですね。うん、でもこう、すれ違って本当にコミュニケーションを取る人っていうのは限られた人なのでね、出会いはやっぱりありがたく大事にしたいなと思いますね。今日はこんな感じで過ごしたいと思います。ちょっとサンドイッチでも作ろうかな、簡単にって思っておりますなんじゃそれってやつだけど、ちょっとね、昨日ね、失敗して、食パン切りのなんかちょっと足りなくて、家に持って帰ったサンドイッチのパンがあるんで、簡単にサンドイッチでも作ろうかなと思って、それを動画に撮ろうかってマネージャーに言ってたんだけどね。私の手抜きサンドイッチ手抜きばっかりしとるね、本当に手抜きしかしてねえって感じだってなんかね、仰々しくするのって大変じゃん。てか私もうマック歴が長かったんですよ。マックで結構働いてたんで、マックって要するにサンドイッチなんですよね、バーガーって。でそれを踏まえると、なんか家庭科で習ったサンドイッチってすごい無駄が多いなみたいな感じでどんどん簡素化していきましたけどね。まあ、お店のサンドイッチのマニュアルもそこ、私のそういうのから作ったんですけど、なんだろう、まあサンドイッチを結構結婚したなりから作るの好きだったんですよ。米があんまり好きじゃない人で、若い頃特に。だからよくサンドイッチ用のパンじゃなくてもサンドイッチにして、卵焼きとかね、簡単なもん作って何でも挟む、でサランラップ巻いて出かける時にもう車に詰めて、帰省する時とかね、早く出かけなきゃいけなくって、で昔はコンビニがそこまでいっぱいなかったりとか、あとコンビニ行くと無駄遣いしちゃうじゃん、若い頃って。だからなるべく自分で作って持って行ったりしてたんですよ。でマネージャーが若い頃はもうすっごい、今おっさんになってね、急に食欲なくなったけど、昔は本当にお腹が空くと人が変わったぐらいイライラする坊やで困った子ね、めっちゃ腹減ってイライラしとるわこの子っていうぐらい、 それが私はすごく苦手で、私の父親がお腹空いたからってイライラする人じゃなかったんですよ。あんまりそこまで空腹に弱い男の人じゃなかったんですよね。多分若い頃、中学卒業してすぐに床屋で修行したから、そういうのに慣れたんだろうね、空腹を我慢するって。で床屋さんだからお客様目の前だしさ、イライラなんかしちゃいけないじゃん。だから多分それをすごく仕込まれた人なんだろうなって今になったら思うんですけどね。でもマネージャーはもう全然そういう普通にサラリーマンの家で育ったんで、イライラってよくしてたから、よくね、出かける前にちょっと早く起きてパパパッとサンドイッチ作ってカバンに忍ばせといて、
運転中にお腹空いたってイライラしてきたらパッてサンドイッチ渡してあげてたんですよね。すっげえ喜ぶの、単純で可愛いっしょ。 お母さんに まあ、お弁当作ってもらったことが、凝ったお弁当とかね、サンドイッチも作ってもらったことない人だったんで、簡単なサン、ただ挟んでるだけなんだけど、超喜ぶの、単純だなーみたいな 感じでしたよ。まあ、そんなか、それでね、まあ、結構私、うちはサンドイッチ、作るんですよ。なんだっけ、よくさ、手巻き寿司パーティーみたいな子供の頃するじゃん。そうじゃなくて、うちサンドイッチでする家だったんですよね。ポテトサラダとか、その頃は本当になんかサラダ作るのが好きで、まあ今もそうなんですけど、で、いろんなサラダ作って、卵サラダとかね、あとお野菜とかいろんなの作って、それをパンに挟んで、自分で挟んでその場で食べるっていうのを子供のちっちゃい時はよくしてたんですよね。で、余ったやつを次の日のお弁当に入れるみたいなね。サラダだからどんだけでも入れれるみたいな してましたね。で、今は、最近はちょっともう楽して、夫婦2人だけなんで、今は結構コンビニで何でも揃うんで、簡単に全然お湯を使わずに、火を使わずにパパパッと挟むだけのサンドイッチを作ってます。お客さん来た時とかすっごい便利ですよ。動画撮れたら撮りますね。 それでお正月手抜きしてください。 結構ね、うちのお客さんでも多いの。もう2日からお店開いてるんだけど、もう子供たちがもうお餅飽きたって言うって言って、パン買いに来られる方いっぱいいますね。あと、どうしても田舎なんで、帰省でお家の中に人数が多いので、やっぱりパンがあると、ちょっと子供たちが、大人がね、多分ゆっくりお酒飲んで食べるから、ご飯の時間がずれるんでしょうね。子供たちがお腹空いてるからって言って、パン買われる方がすごく多くって、最初の年はね、本当にそんなに忙しくなかったんですけど、いつ頃からか本当にお正月よくパンを皆さん買われるようになりましたね。昔はね、お餅はもう、三が日みんなお餅ぐらいお餅食べてましたけどね。私はお餅が好きじゃないんで、雑煮とか、憂鬱でならんかったですね。しかも田舎のお餅だから、超でかいのね。で、雑煮って県によって違うじゃん。で、うちの実家は、まあ、能登の家なんですけど、うちの実家の親が育ったのはね、だから私のうちは金沢市内でもそういうのは奥能登の料理になるんですけど、お餅をそのままボチョンって入れるんですよ。で、ゆでるみたいな感じで、ふにゃふにゃにふやかってて、焼いた餅を入れるのは富山なんですけど、雑煮に。そこもまた違ってて、ふやふやででかいからすんごい膨張して、なんか下に白い塊みたいになって、で、ほんと1個食べるのがもう嫌で嫌でしょうがなかったですね。お正月1日朝起きて雑煮っていうのが一番私の1年の最初の嫌なこと でしたね。1個食べなきゃいけないみたいな、義務化みたいなのあって、なんとか1個お餅食べるけどもういらないわって、で、お餅しかないよって言ったら、もういいわ、私ラーメン自分で作るわみたいなぐらい、お餅はもう本当に好きじゃなかったですね。今でも得意じゃないですけどね。白玉とか好きなんやけどね、ちっちゃいお餅とかならいいんやけど、雑煮は特に苦手ですね。富山行った時も米どころなので、お正月餅を何個食べるかみたいなのが戦いみたいなところがあって 嫁に行って、最初にそのなんか正月を
マネージャーの家で迎えた時に、朝起きてすぐに「清美さん、お餅何個食べる？」って言われて、「あ、1個で、1個です」って言ったら、「1個しか食べんのけ！」ってめっちゃ言われて、なんでダメなんけと思って そんなん食べたうちに入らんって、食べたうちに入るは1個やしと思ったけど 全然お餅食べんのやってめっちゃびっくりされましたけどね。餅が好きな人ばっかりじゃないっすよ、世の中はって お正月の餅が本当に嫌な人もいるんすよみたいな もうね、珍しいですけどね。つきたての餅とかね、ちょっとつまむとかそういうのならいいんですけどね。雑煮がどうも苦手です はい、今日こんな感じで過ごしたいと思います。よってきっとうちは麺とパンだと思いますね。あと普通にお米とね はい、それでは、大掃除など忙しいと思いますが、皆様腰に気をつけて 良い一日で過ごしてくださいませ。それでは良い一日を。はい、マネージャーだよ。今日は新しいお着物です。清美さんの館林木綿見てすごくいいなと思って、児玉さんで児玉さんでポチりました。さっきしつけ糸外したばっかりなんですけど、ちょっと渋めの茶色のにしました。これね、茶色ベースで、こう黄色のラインと黒と白と赤入ってるんですけど、画面で見たときは、これ水色に見えたんですよ、このラインが。で、やっぱり館林木綿って水色活かしてるよねと思ってポチったんですけど、届いたら白でした まあいいんですけど。よいしょ。はい、ということで今日は黄色の博多帯にしてみようと思います。もうあれですよね、2018年も終わろうとしていますけれども、なんだっけ、どこまで話しましたっけ、なんでパン屋が着物なのかっていう話でしたけど、確か富山県のおばあちゃん家に住むことになって、それで僕はフラフラしてたんですよ。なんですけど、さすがに30近くなってフリーターってわけいかないなと思って、それでパン屋に就職すると思いきや、ちょっと寄り道をしまして、ケーキ屋に潜入しました。で、なぜケーキ屋かっていうと、ちょっとケーキの技もパン屋に必要なんじゃないかなと思って、それでケーキ屋に入ったんです。なんですけど、ケーキ屋ってもうほんとね、大変。まあパン屋も大変だけど、ケーキ屋の方が大変だと思うな。ケーキって基本的に夏売れないので、夏の赤字をそのクリスマスとかで、いかにこう穴埋めするかっていうのにかかってるんですよ。だからもう12月の忙しさがもう半端なくって、12月のクリスマス前なんてなると、朝の6時から針2周して5時までみたいな感じで、1時間自分の車でこう寝て、また6時から何してるかって、もうずっと生クリーム立てるのと洗い物だけっていう感じでやってましたね。大変だった。あれはね、好きじゃないとできないですね。で、僕そんなにケーキ得意じゃないので、3ヶ月で挫折しました でもね、いろんな
勉強になりましたよ。はい、もう終わっちゃった。で、その後に、パン屋さんにまた就職するんですけれども、そうですね。また今度ですね。全然話進まないですけど、今日は新しい館林木綿、茶色ベースの縞柄のやつと、ハイネックと、博多、角帯と、止まんない。足袋ね。足袋こんなやつ。あ、合うね。裏と。見えないけど。はい。こんな感じで。今日はこんな感じで、ゆるい感じで。はい。なんか、止まんないな、ネジが。ということで、ちょっと止まんなくなっちゃった。止まんないからこうしよう。ということで、そうそう、告知があるんです。ようやく告知 OK になったので、1月6日日曜日ですね、坂上&指原の潰れない店で、トントンが出ます。うちのなんで、卵と乳製品を抜いたパンを作ったのかとか、それからどんな風に販売してるかとか、残念ながら清美さん出場してないんですけれども、着物の話は全くなしで、うちのパンだけになりましたけれども、1月6日 TBS ですね、日曜日の6時半からうちのこと出ますんで、もしよかったら見てみてください。ということで、こんな感じで、ちょっと、なんだこれ、まあいいや。はい、ということで、あと、今年は2日ですね。楽しい2日間、過ごしてください。では今日はこんな感じで過ごしてみたいと思います。